よし。はい、ピッチングスーパースターです。ナマズの旅します。濁り倒してんな。かなり大雨降ったみたいですね。ここはね、この YouTube 始めた当初かな、僕の YouTube 始めた当初に来てます。うお、スズメバチやめて。スズメバチ怖っ。と、はい、どっか行け。あー、もうスズメバチ来た。今日も今日でタピークリッカーオレンジかも。ここはね、ちょっと白黒っぽい、ちょっと白黒っぽいのついてんな。まあその時はこんなには濁ってなかったから、今日はどちら濁りです。ここもおるんかどうかわからんけども、ちょっと比較的水がねいいんで、やってみようと思いました。まず、深いかな。ネギやネギ、僕の好きな水中植物、勝手にネギって呼んでるやつ。これがあるとこはよう出んねんな。そんな気がする。いい感じのカバーやけどな。このカバー大好き。めっちゃ潜んでたやけどな、スマちゃん。生ちゃんのすけ、よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、おった。出た、でかいんちゃうか、でかいんちゃうか。おお、ナイスサイズ、ナイスサイズ、ナイスサイズ、でかいでかいで。見ちゃう。ほっ、よし、よし、よし。あ、きれい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 。やった、やった、よし、やった。よし、俺っぱらっぱ。出る？出て。どこやどこや。久々の生ちゃん、久々の生ちゃん。よし。眠いねよ。イエー。よし、やりました。なんか。よしよしよし、60ぐらい。黒いな。すごい色のしっかりしたナマズやね。ありがとう。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。ありがとうね。おお、めっちゃ元気。おお、バイカムの下スッと入りよった。ありがとう。よし、とりあえず1本目。やりました。パラッパ。ああ、あった。やりましたね。ここはね、過去に70撮ってるとこなんですよ。こんなにバイカモはその頃は生えてなかったんですけどね。その頃も状況はようなってるかもしれん。ちっちゃいね、ベイトフィッシュもいっぱいおって、いい環境なんですよね。で、どこにおってもおかしない、こんなにカバー生えとったら。ボーボーやもんな。カバーは森用ですからね、今。この水のとこにおったね、この辺で出ましたね。滝もその水のとこでピックアップしたルアーに追いかけてきよったからね。まあまあ、水が流れ落ちるってところにおるっていうのはね、一級ポイントやから、再現性は高い状況とは思いますが、この、どこにおってもおかしない、そのどこにでもいてほしいってとこで反応がないっていうのが今、ちょっと嫌というか悲しいというか寂しいというか、この辺で出てほしいんですよね、ほんまのこと言うたら。まあ、真っ昼間なんで今、12時過ぎ、1時ぐらい今、一番ナマズが寝てらっしゃる。人間でいうミッドナイト、真夜中の、ね、状況なんで、夜行性の魚なんで、夜型なんですよね。夜型っていうのかな。まあ人間でいう、ほんま、真夜中に叩き起こされてる状態なんで、キャタピークリッカー&エクステペラのサウンドね。で、探っていくっていうのが正しいと思う。あ、はいね。川のど真ん中とかね、ど真ん中。こういうとこ。売っても出てこない。おかしいんやけどな。おかしいっていうか、このど真ん中にも、こんだけカバーがあったら、いてると思うよね。で、さっきびっくりしたんやけど、この辺で、出てきてもおかしない。でんでん。あ、なんせ一匹釣れたんはえこっちゃですわ。よし、あー、抜けたてか、わざと壊したのに抜けよった。やっぱトンネルの下おったな。何が吹いた。あー、抜けた。もったいない。大きかったね。まあまあ60ぐらいあった。チェ。うわ。チェ。ナイスサウンド。頼むで。サウンドやったな。ごめん。うわぁ。うぅ。やっと出たのに、でかそうな音やった。のカバーやな。ここもちょっと深くかい。おっと。全然反応せんな。おもちゃん救ったろかな。全く反応してんから、生んちゅうネット作ってみるっていうのどう？つけたらびっくりするよな。入った！
入った。うそ、入った。入った。食えた。あった。どんだけ寝てんの。全然釣れんから生んちゅネットで救うたかな。嘘でしょ。そんだけ寝とったら、こんだけ寝とったら釣れへんな。よし、よし。うわぁ、なんか、ボード色。褐色。褐色。寝てましたね、生ちゃん。そんなことある、こんなこと。よし。すくいました。ごめんな、寝てるとこ。綺麗な生です。これは釣った魚じゃないです。すくっちゃいました。ありがとう、お腹ポンポンや。ありがとう。かわいい。ヒットルアーはこの生んちゅネットです。初めて網で救いました、ナマズ。あ、ちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃいな、救ったことあるかな。よいしょ。ありがとう。ありがとうね。よいしょ。はい、グッドラック。え、戻んの？そこやもんな、ね。ごめんな、寝てるとこ。超熟睡。もう逃げた。グッドラック。これなんやろうね。釣んのすごい難しいな。なんか違うね、モードがね。全然空気ない。すごい長い間、バイトは一回だけ。来たるべき夜の儀式のために、体力温存してんのか。さ、寝とるね。